ケットからはみ出したあなたの夢を花びらに変えて風が運ぶよ。パレットから飛び出した七色の笑顔、みんなの瞳をキラキラ包むよ。アップルパイだよ。待ちくたびれてお腹ペコペコ。昼食べたばっかりだろ。そうだっけ？だから太るんだよ。あー、出来上がったよ。ほーら、おいしそう。知ってるよ。ナットはトミーのお金を取ったんだよ。だからみんなナットのこと嫌いになっちゃったんだ。ロブ、うん、おいナン、アップルパイができたよ。みんなで食べようよ。ダンやトミーは、行こうスタッフィー。うん、そうだな。ナンも早くおいでよ。うん、すぐ行く。ナットも来ない？もう1週間よ。ナットは黙ったままで先生のところにも行かないし、言い訳もしないし、どうして？僕もう一度考えてみたんだけど、トミーのお金を取ったの本当にナットなんだろうか。確かによく思い出してみるとね、
私が見た時、ナットは貯金箱を片付けてただけかもしれない。でも、ナットじゃないんだったら、どうしてもっとはっきり違うって言わないのかな。ああ、もうわからなくなってきちゃった。ナットはあれからバイオリンも弾かないのよ。バイオリンだけは何があっても話さなかったのに。このままじゃナットかわいそすぎるよ。どうしたの？ナンは心配しなくていい。え？なんで、なんで私が心配しちゃいけないのよ。もう、あなたどうした。いつまで待てばいいのかしら。誰かが本当のことを打ち明けに来てくれるのよ。私が恐れるのはみんなの気持ちがバラバラになっていくことだ。仲間同士で互いにあれこれ疑い出しているようだ。え？じゃあ他に犯人がいるってわけ？面白いだろ。もしそうだったらこの中にいたりして。バカバカしい、やめろよ。僕じゃないよ。そうだな、デミは真面目だからそんなことするわけないし。ないない。フランツってことはないだろうしな。あるわけないだろ。あ、ごめんごめん。おい、ジャックの番だぞ。え、ああ。あ、その手で来たか。ずいぶん時間がかかっちゃった。お菓子の時間には遅いけど。はい、これアップルパイには見えないね。でも見た目は悪くてもエイシアのと同じくらい美味しいよ。食べたくないの？デイジー。え？僕本当は取ったんだ、トミーのお金。僕は心の中でトミーのお金を取ったんだ。心の中で？トミーはあんなに親切なのに。あの時、これがトミーのじゃなくて僕のものになったらって思った。だから何も言い訳しなかったの？取ってもいないのに。だって同じことだもの。僕は先生やみんなに軽蔑されて当たり前なんだ。デイジー、どうしたの？だって嬉しいの。ナットはやっぱり悪いことなんかしていなかった。でもかわいそう。デイジー、かわいそう。こんなに苦しんでかわいそう。泣かないで、お願い。僕まで、僕平気なのに。デイジーが信じてくれたからずっと何ともなかったのに。ありがとう、デイジー。どう？うん、美味しい。でもちょっとしょっぱい。
こと。デミやみんなも言ってるんだ。犯人は別にいるんじゃないかって。知ってて隠してるんだろ。誰なの。やめてネッド、知らないよ。誰にも言わないからさ。本当に知らないんだから言えるわけないよ。僕誰か分かってるんだ。え、かばってるんだろ親友を。どういうこと。泥の上、卑怯者ってことになる。うわっ、やめろやめろ。ダンダン、もういっぺん言ってみろ。ふざけてただけだよ。陰でナットをいじめるなんて、お前こそ卑怯者だ。とっとと消えろ。自分のことを言われても何ともなかった。でもダンのことをあんな風に。ナット。何。あいつの言ったことが間違ってるってどうしてわかるんだ。え、どうしてわかるんだ。お金のこと。そんなこと、ダンはお金を欲しがったりしないよ。ダンが欲しいのは虫とか。俺だって金があれば欲しいものはある。本とか虫取り網とかいろいろとな。でもダンは喧嘩はしたけど嘘はつかないよ。両方ともやったさ。元は嘘ばかりついてたよ。今はめんどくせえからつかねえだけさ。それにあいつの言う通り、昔は金も盗んだし、ここに戻ってくる時も食うものは畑から取ってた。俺はたちの悪いやつ。言わないで。ダン、君が取ったなんてそんなこと言わないでよ。ダン以外の子ならもう誰だっていいよ。僕、分かったよ、もう言わない。だからお前ももうくよくよすんなよ。ダン、もうじき嫌な状態も終わるよ。え、ダン、どういうことなの？何か知ってるの？くそ、どこにあるんだ？ちょっとトミー、これっぽっちしか見つからないのかい？卵。待ってよ、今すぐ見つけるから。そりゃ無理だろうよ。今までずっとナットに探してもらってたんだからね。僕の鶏だよ。でも卵を産む場所はナットが一番よく知ってるんだよ。そうそう、鶏もトミーよりナットの方が好きみたい。
余計なおせっかいかもしれないけどね、大好きなオムレツを食べたいと思ったらナットに手伝ってもらった方がいいと思うけどね。あたしゃ、トミーバングズ商会は解散するよ。僕はもう君とやっていくわけにはいかない。トミーバングス商会に入ってあげようか。卵を見つけるの手伝うよ。12個を見つけたら1つもらえるんだっけ。断る。あ、いつかナットが犯人じゃないってわかるかもしれないじゃないか。そしたらまた2人でやるんだ。食べてるかい？ごめんよ、もうお前たちに餌をやれないんだ。僕、この花なんていうお花？ダンに聞いてごらんなさい。ダンなら何でも知ってるわ。うん、ダンに聞く、ダンに聞く。は、ダン！ちょうどよかった。あなたと良心手帳を見ようと思ってたの。今週もあなたのいい行いをみんな書き留めたんだけど。ほら見て、あなたの成績表よ。もう書ききれないくらい、ダンはどんどん良くなってる。どうかしたの？先週は何度も読んでたのに。俺は時々先生の信頼が重荷になります。俺はそんなにいい人間じゃありません。確かにちょっとした機関棒ね。でも私、機関棒は大好き。私ね、小さい時は散々大人を手こずらせたの。だからあなたのことがよくわかる。あなたには他の人にない強さや勇気、それに温かさがある。そういうところをもっともっと伸ばせば、あなたはこの学園の誇りになれる子だわ。先生。何？俺は先生をがっかりさせるかもしれない。え？何か言いたいことがあるの？言ってごらんなさい。どうかしたの？足がちょっと痛むんです。少し休んできます。ダン、どうしたんだ、ダンは。きっとナットのことを気にしてるんだわ。でも、不思議な子。私、いつになったらあの子のことが本当にわかるのかしら。
見たってダンが出ていくの。町に行く馬車に乗ってたって。この学園を出て行った。また出て行ったんだよ。なんでダンが出て行かなきゃいけないの？理由は決まってるよ。ダンが黙ってプラムフィールドを出て行ってしまった。どうしてなの？え？亡くなったお金がこっそり納屋に置かれてた？ダン、あなた何か知ってるの？次回、告白の置き手紙、絶対見てね。この道はどこまで続く？森の向こうへ果てしなく。この空はどこまで青い？遥か